池田千恵子は、日本の厚生労働議官、医師。新潟県副知事や、厚生労働省大臣官房総括審議官を経て、厚生労働省関東新越厚生局長。神奈川県出身。1988年筑波大学医学、専門学軍卒業、厚生省入省、健康政策局計画課配属、埼玉県衛生部保健予防課出向。 1989年埼玉県所沢保健所。1990年厚生省大臣官房厚生科学科。同年環境庁企画調整局環境保健部保健業務課特殊疾病対策室。1992年厚生省大臣官房統計情報部衛生統計科。1993年厚生省大臣官房国際協力室国際。 協力専門官。1994年厚生省大臣、官房厚生科学科課長補佐。1995年ハーバード、大学公衆衛生大学院卒業、マイルパアワー。1996年度 MS、同年厚生省生活衛生局、食品保健科課長補佐。1997年厚生省、保健医療局エイズ疾病対策科課長補佐。 1999年厚生省大臣官房厚生科学科課長補佐世界保健機関に主体い平洋地域事務局技術移転課長2000年国際連合エイズ合同計画アジア地区担当課長2003年厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長補佐2003年厚生労働省委政局総務課課長補佐 2004年30県健康福祉部、医療政策関係保健、医療分野総括室長。2006年文部科学省、ライフサイエンス科先端医科学研究企画館。2007年厚生労働省医薬食品局、食品安全部国際食品室長。2009年厚生労働省医政局経済科、医療機器政策室長。 2011年防衛省人事教育局衛生官。2013年から北島智子の公認として、新潟県副知事を務め、病院再編に当たった。2015年国立病院機構医療部長。同年国立病院機構理事。2017年厚生労働省大臣、官房総括審議官内閣官房、TPP 等政府対策本部員。 2019年厚生労働省関東、新越厚生局長、2021年国立国際医療研究センター、国際協力局長、ありがとうございます。